はい、皆さん、こんばんは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、タイに関してね、ぜひ視聴者の方に言及してくださいといただきまして、今回言及させていただきたいと思います。このチャンネルはタイが好きな方が非常に多いと思うんですね。タイに関しては自分は駐在時からということで、11年くらい前から、YouTube アップさせていただいているようです。他のチャンネル、外資は最初ですけどね。で、いくつもチャンネル持ってるんだけど、で、その中で、タイに関しては、その当時11年前か、まずその YouTube で顔出しアップしてるのが少なかった時代だから、結構やっぱタイの動画なんかもね、バンコクとかプーケットとかこう調べると自分の動画しか出てこないような状態だったんだけど、その頃からご覧いただいている方もいらっしゃいます。早くタイに行きたいっていう方が多いかなって感じがするんだけど、今回このタイにおいて1日2000人近い感染者が出ていてね、7日から10日に短縮された隔離期間が14日間へと戻されるということで、この件に関してね、言及させていただきたいと思います。NNA の記事をね、引用、抜粋させていただきます。解説させていただきたい記事を抜粋でね、一緒に読ませていただきます。感染拡大を受けということで、首都バンコクを含む6都県で店内などの飲食禁止など大幅な行動制限が発表されたということです。同時に死亡が確認された45歳から91歳でいずれも慢性疾患を抱えていた死者のうち6人はバンコクの在住者だったということで、感染者のうち、ね、689人がバンコク、東高サムプラカンの、151人、東部チョンブリ県が110人、北部チェンマイ県が69人などになっているということです。累計の感染者数は63,570人で、35,394人が回復している。死者は188人になっているということで、29日に2760人1回目のワクチンを接種、44,127人2回目の接種を終えた、累計でのワクチン接種は134,646件ということになっているわけだけど、その中では南部のプーケット県では5月12日まで午後11時以降はね、県外からの入境は原則的に禁止ということで、医薬品や食料の輸送行きは認められないということであるわけだけど、例えばバンコクにおいてもね、5月1日から行動制限というレストランでの店内飲食が禁止、午後9時までのテイクアウトのみ、許可される。ショッピングモールは午後9時まで、コンビニは午前4時から午後11時までということでね。そして、この7日間10日に短縮されていた隔離期間が、14日に戻されたということで、この件に関してね、いつ頃じゃあもうタイに行けるようになるんですかという話ですね、いただきました。で、これに関してはよく、ね、多くの方が気になるところだと思うんですね。まずこのタイに1日2000人近いということで、今まで表になってなかっただけだと思うね。 PCR 検査、検査を受けずにいたで、そのまま自然治癒してという方が多かったかなって感じがします。それなのでやっと検査がね、しっかりとしてきたということで、それによって感染者が出てきたっていうのがね、正確な答えじゃないかなって感じがします。もしその前の状態でね、少ない状態の感染者の場合だったら、じゃあなんであれだけね、飲食店に対して示し付けをするかって、しないければいいのに、それをしてるってことは、前も伝えた通り政府は市中感染がかなり広がってるってことをね、数に表れてないけど市中感染がかなり広がってるっていうのをね、分かったからだと思いますね。国民皆保険じゃない国だからね、お金もかかるからってことで受けなかった人多かったかなって感じがします。で、問題はここですね。多くの方が気になるところということで、7日から10日に短縮された隔離期間であっても、なかなか普通の人はいけないですよね。普通のサラリーマンであれば、2週間が取れて2週間、もう2週間も取れない、10日とかね、そのくらいしか取れない人も多いと思うんだけど、そうするとこれ日本に帰ってきた時も、自宅検疫も考えると普通の人はいけませんよね。で、これが、いわゆる14日間へと戻されたということで、これが、なしになるってことを、多くの方がいつなのかなって思われてた方も結構いらっしゃると思うんですね。今回それに関して言及させていただきたいんだけど、タイの人口が今、6900万人で、その中で134,446人ということで、4月末の時点でね、ワクチンの接種者はこれだけいます。で、まだまだですね。なので、いつからタイにって言われるというとですね、これは日本国内においてもですね、これから重要になってくるのは、前もお伝えさせていただいた、このワクチンパスポートですね、ワクチンの、接種の証明書、ワクチンパスポート、これが海外、渡航の際に必要になってきますね。私自身は93カ国を訪れて、中南米渡航する前に注射一通り打ちましたね。これは狂犬病か、日本脳炎、腸チフス、A 型、B 型肝炎、狂犬ね、あと、いろいろ受けたんだけど、破傷風とかね。で、それで、例えば、黄熱病の注射、接種の証明書がないと入れないわけが結構あるわけですね。それと同じような形で、これから重要になってくるのは、このワクチンパスポートということで、
ワクチンを接種した人が、その証明書を持って、隔離、検疫なしで、もしくはもちろん PCR 検査も受けてっていうことはあるの。PCR 検査で陽性になる可能性もあるからね。ワクチンに関しては、まあ、大体、まあ、多くの方々ね、これ医療従事者の方、お医者さんとか看護師とか、医療の事務の方とかいろいろいらっしゃるので、いろいろ聞き取り調査させていただき、そして実際その方々、打った方も結構いらっしゃいます。実際感想も聞いてますし、海外に駐在している海外居住者の方々、外国人からもワクチン接種した後どうなってるかとか、そういったところからの情報収集ということでやらさせていただいて、その中でまあね、ワクチンが、これ接種がこう日本でも進んできますね。今遅れてるとは言ってもね、まあ、世界的に見たら、日本はそんな遅れてるわけではないと思う。先進国の中では、まあヨーロッパの西欧の中では、帝王先進国と比べたり、アメリカと比べた場合はというのは確かにそうかもしれないんだけど、まあそれはどうしてもね、やっぱりヨーロッパとかアメリカの、ワクチンだからですね。日本の、例えばワクチンであれば日本にが、まあ優先的に回ってくるわけだって、そこら辺が求められるもので、なので今ファイザー製薬のやつがね、今出てると思うんだけど、まあアストラゼネカもどうなるかって話だったけど、結局まだです。モデルナの方が先にということでね、今出てるわけだけど、そこからまあ日本においてね、ワクチンの接種が進んでいきます。これが、まあ、本来であれば前にされてた通り多くの国民が、いわゆるオリンピック開催までにはね、希望する人の、まあ、7月までぐらいにはと思ってたんだけど、それがやっぱり結構遅れてしまってると。今言われてるのが6月末か7月末に高齢者が終える、医療従事者高齢者を終えて、一般者がまあ8月9月に終えるというふうに言われています。これがまたね、状況によってこのような形で状況によって変わってくると、同じようにまあ変わってくる可能性あるんだけど、今政府としては何としてでワクチンの接種をね、急いで急がせているのも事実であって、それ次第ですね。なのでワクチンが接種した、人は、これは他の国々もそうなんだけど、ワクチンパスポートというのをこれから普及していきます。これはね、私自身が今日は、5月入りましたよね。じゃあ半年後皆さんね、今この5月1日に言ったことがどれだけ正しいかってことをね、実感していただきたい。ワクチンがまあ出回ってった段階、感染でね、それによってまあ落ち着いてきます、感染者が。それでワクチンパスポートを持って、国によっては PCR 検査も受けるでしょう。90から95% の感染を下げる わけだから、PCR 検査も当然、ね、受けさせて二重でやって、その結果陰性であれば、このワクチンパスポートを持って接種した証明書と、PCR 検査陰性であれば、隔離なしで入れるという形になってくると思うんですね。これは前された通り、タイとか、ね、他の国々の中で観光立国と呼ばれている国々が多くあります。その観光立国の中に、やはりね、外国からの観光客を受け入れていかないと、経済自体が非常に危ない状態の国が多いんですね。そういった国は特に、このワクチンパスポートを導入して、ここのところを、彼が短縮かね、もしくは、短縮か、なしにね、なしになっていくという感じですね。なので、ここら辺に関しては私は今思うところですね。なので、まあ、海外行きたい人、このワクチンに関してはいろんな賛否両論もあります。私は打ってきます。それはなぜかっていうと海外行きたいですしね、その中でまあ感染確率を下げたいのもありますから打ってきます。それに関してはまた医療機関で受けるときにね、まあ、むしろ許可を得て撮影させてもらって、打つところも、ね、皆さんにお見せしたいと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。とにかくタイということでね、なかなかまあこのあれがあるとね、いけない。で、日本に関しても同じなんですね。日本に帰ってきて、じゃあ2週間の自宅検疫ね、守ってください、それがあるとした場合っていうのが、それだとなかなかそうしちゃいけない。じゃあそれも、まあ、いわゆるワクチン接種した人が、それじゃそれが打った人で PCR 検査を受けて陰性だった人は大丈夫ってなると思うんですね。そういうふうになっていくということで、これからそれが、まあ、そういった感じになっていくということをね、お伝えさせていただきます。まあ、とにかく今感染者日本においても多いですね。世界各地、インドなんかも非常に多いんだけど、まあ、とにかく落ち着きましょう。いろいろと数にね、右往左往されて、まあ、混乱しやすい世の中だけど、落ち着いて考えていくとね、まあ、とにかくこれから、非常に改善していきます、下半期以降にね。なので、
あまりにもやっぱり心配されすぎる必要はないかなってね、ある程度明るく考えていく必要があるかなと思います。ということで今回、視聴者の方からぜひ言及してくださいといただきました。こういった問題に関してはね、海外93カ国、タイでは駐在していた身でね、語らさせていただいてますけど、いろんな方々からのね、医療従事者の方々からの、まあ、情報収集なども経て、語らさせていただきました。何かね、質問等がありましたら、このような形で回答させていただきたいと思ってますので、ぜひともね、ご質問いただければと思います。チャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければ幸いです。このチャンネルにおいては、国内の時事問題、ニュース、そして国際問題、国際情勢、93カ国、大留学とかね、駐在してみて、国際的に活動してきて語らさせていただいています。そして現地で撮影してきた、映像もこちらで出させていただいてますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。